皆さんこんにちは、アニマンです。今回はベジッタブルーの合体サマス戦のアニメと漫画版の違いをお伝えします。合体直後のシーン。アニメではホタル合体した後、原作を意識したセリフを言ってくれます。そしてベジッタブルーになった後、ザマスのエネルギー波を片手で受け止めてかき消し、ザマスを驚愕させます。ここのセリフと流れは原作に準じたものになっており、ファンにはたまらない演出となっています。漫画版はアニメとは違い、合体後に原作っぽい流れやセリフはありません。しかし合体直後にエネルギー波でいきなりザマスの半身を吹き飛ばし、強さの違いを見せつけてくれます。そして戦争を食べて全開してからブルーベジットに変身。貴様は俺に跡形もなく消去される、復活する隙など与えないと自信たっぷりなセリフを吐いて戦闘を開始します。ここはアニメとはまた違ったかっこよさがあります。ザマスとの戦闘。アニメのベジットはザマスを圧倒する強さを見せました。ベジットらしい煽り口調を織り交ぜながらザマスを追い詰めていきます。特にスピードで上回るベジットが巨大化してパワーを上げた豚足ザマスをサンドバッグにしていくシーンがかっこいいです。ベジットはザマスを吹き飛ばして岩盤化させ、とどめのファイナルカメハメハを撃ちます。しかしザマスは再生能力で綺麗に復活。ザマスが再生した隙にベジットが渾身の一撃を食らわせたところで合体解除されます。アニメのベジットは原作ベジットにはなかったダメージを受けるというレアな描写も見せてくれました。ただこれはナメプの一種と考えることもできます。またザマスのナルシストぶりに呆れ顔で反応するなど、戦闘の合間にはコミカルな表情も見せてくれました。漫画版ベジットはアニメ以上に圧倒的なパワーとスピードでザマスを圧倒しました。アニメとは違い、終始無傷で余裕の表情を見せながらザマスを追い詰めていきます。アニメではザマスを岩盤にしましたが、漫画版では空中に蹴り上げてからとどめのファイナルカメハメハを構えます。対するザマスはカッチンコを複数出現させ、雨のように降らせます。アニメとは異なり、ファイナルカメハメハを撃つ直前に悟空とベジータが分離、カッチンコの雨をもろに食らい、ポタラがボロボロに砕け散ります。漫画版ではアニメよりもベジットの無敵感が強くなっているのがすごく良いと思います。スピリッツソードの使い方もアニメとは違った煽り方でかっこいいです。また煽りセリフもアニメや原作よりマイルドになっており、どことなく復活のフュージョンのゴジータのようなクールさを感じさせます。合体する経緯。合体するまでの経緯の違いもご紹介します。ゴネルベジータの反応などが違います。アニメではザマスを倒すために悟空はベジータに合体を要求します。ベジータは拒否りますが、合体は1時間のみということが分かり、しぶしぶ了解。合体に関してベジータがダダをこねるコミカルなシーンが見どころです。漫画版では悟空はホタル合体の遺憾を尋ねますが、ベジータは笑顔で拒否。そう言うと思ったぜと悟空も笑顔で答え、やっぱり一人の力で戦いたいと海王神に断りを入れます。ここはアニメとは違い、二人とも原作のサイヤ人らしい感じになっています。そして先に悟空が一人で戦っている間にベジータはホタル合体が1時間で解けることを知り驚愕。さらにトランクスに父さんがやられたら過去の母さんが悲しむ的なことを言われ、ベジータは考え込みます。悩んだ末、覚悟を決めたベジータは悟空にポタラを渡せと要求。ここはアニメのコミカルな感じとは違い、シリアスな流れになっています。ベジータの方から悟空に合体を要求するというのが非常に熱い展開です。最後に、以上がアニメと漫画のベジットの違いでした。アニメのベジットは原作に準じたセリフや煽り口調、コミカルな表情などが好印象です。漫画版のベジットは
旧劇場版ゴジータのようなクールさと無敵感がかっこいいです。ご視聴ありがとうございました。ご登録よろしくお願いします。